来た。今日はね、トミーカイラさんのチューンドガーの中に混ざってちょっとお邪魔させてもらってます。俺ちょっと乗ってたね、トミーカイラ。そうなんですか。うん、PC8 のインプレッサ面白かったわ。味付けがね、やっぱりその大人な感じ。うん、あのチューンドカーっつってもね、僕らがやるあのなんちゅうのも下品なやつじゃなくて、上品なチューンドカー。車高とか音とかスタイルとか全部が上品。今日はあの会長の車貸してもらえたし、ちょっと試運転させてもらうことになりました。ちょっと久しぶり。まあ僕もね、お客さんには何人かいるから携わってはいるんでよく分かってるつもりやけど、まあまあ個性のある車やから、ね、ちょっとまたインプレッションなどやってみたいと思います。とりあえず買ってみて。
とガードレール低いからだ、目線がすごい足回りがついてるわ、この車。全然突き上げ感がなくてね、路面の凹凸完全に吸収してる感じ。軽い車でこういうサスペンションは難しいのよ、セッティングが。確かにゴツゴツ感がない、全然ないやろ、乗ってても。ゴツゴツ感ないやろ、こんなにクイックなね動きをするのに乗り心地は全然悪くない。まああのアラゴスタっていうメーカーのサスペンションがあるんやけど、それがこういう感じなんや。まあペダル周りもあの普通の乗用車とかとは違って、フォーミュラー感なんかについてる、下からこう立ち上がってくるタイプのペダルなんやけど、これはあのかかとをつけたまま操作するのにはすごく適してる。これもね、ストロークが短いからできる、まあ、技というかね、上からの吊り下げペダルよりもこの下から生えてくるタイプのペダルはね、こういうスポーツカーにはもうぴったりやね。ただワークウェイ道すごく綺麗でいいんやけど、日陰はね、あの路肩に苔が生えてるからね、それ踏むとツルッといくから気付けなかったよ。どっから踏んでもついてくるから乗りやすいね。これがね、あの現代のキャブレーターって言われてるあの FCR キャブレーターでいいの、これね。楽しかったわね、欲しいね。非常に恐縮なんですけど、真ん中に座らせていただきます。どうぞ。申し訳ございません、ほんまに申し訳ございません、真ん中に座らせていただいて、あの社長平さんとちょっとお話させていただく。トミーとカエラですからね。トミーとカエラでトミーとカエラで、ジジイが二人だからジジイになったんですよ。ほんまにジジイになったな。うわ、あの頃だって50代を普段からジジイや。トミタさんがカエラさんに対してちょっとうちに来てやってくれるかっていう話をしました。そうやったな、小島のとこおったからね。小島さんのとこにおられる。いや、僕が F1 作ったんです。あの芋松ゴールですか。そうそうそう。怖いわ。なんで僕らの中ではもうほんまにのなんていうか伝説なんですよ。うん、写真をお見せしましょうか。偶然にしやけどね、小島と俺が同級生やって、まあ、もう特に仲良かったから帰らせないともう一軒どっか行きたいとこあって迷っとって。平さんもご出身は京都なんですか。京都は流れ流れてですから、東京ですもんね。元々レーシングコータリー、はいはい、青山の、ね、コータリー、そうですわ、思い出しました。渋谷ね、はい、大手前ノバ、エンジニア、ノバの F2、 星の中にも作りましたよ。あれオリジナルで作りました。
これは僕が初めて F2 で出た時ですけど、これね、この場合に山根さんがボーナス払えなかったの。山根さんが富士でボーナス払えないと、彼らと言われて、お前レース出ろって。しんちゃん、しんちゃん、3位になったの、うん、初めてレース、うんうん、で、この時メンテナンスした宇治さんが優勝して僕は3位で、ボーナスだからみんなもう山分けですよ。なるほど、うん、こんな時代です。東京の浜さんとかは、あ、浜さんはコニーリオですよね、はい、知ってますよ。あ、やっぱり知ってはんや。ほら、これコニーリオのね。で、この池田さんね、僕今年の本を読んでね、これも感動しました。いや、すごい伝説の人たちだと思う。伝説の恐ろしい、俺の中でやけどな。いやいやいや、ものすごい人たちの名前がポロ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 出てくるのも怖いわ。もうこれから星野乗ってる時ね、はい、あの小島ね、あの78年ぐらいかな、うん、これドライバー誰だったんですか。長谷美さん乗ったんや、うん、いや、そうです。好きでずっとやってきますからね、たまたま、うん、いや、なかなかできないんですよね、見てこう。これがだが、あの浜さんの、浜本さんのね、あ、浜さんレーシング交代のこれ、はいはいはい、そうですね、メカで乗らはるんやもんね。いや、乗らないと分かんないじゃないですか、だって料理人と一緒ですから、自分で味見しないと分かんないでしょ。でも、この世界ってなんか僕のイメージの中では役割分担されて、ドライバーはドライバー、メカはメカみたいな。なんだけど、あの頃ってあんまりなかったからね、僕の中では。なんで、まあ、時代性もあるよな、うん、確かに。やっぱり自分が味見しないと、味見と毒味をね、両方しないとね。確かに、うん、そうですよね。いや、もうね、今日びっくりするようないろんなお話聞かせていただきました。ね、暑い中、本当にどうもありがとうございました。いいですね、全京都いますんで、またね、いつでもいいですよ。あ、そうですか。あの土日やったら、あの、もしよかったらお名刺かなんかいただける。名刺はね、楽しかった。それではまた。